お侍、そちらは酒井家の太刀では。詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ、まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か、懐かしいな。よろしければ一度お試しください。その太刀はまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。ではお達者で。
もうこの武器にも負けません。もうこの刃は通しません。では、thank you.
手に入りにくいものが揃ってますよ。え？罪なき民を殺したという者もいれば、天に呪いをかけられたからだという者もいる。高井様、志村様はご健勝で？お亡くなりになられた。それはお気の毒に。良いお方でした。戦の技量に優れ、さらに和歌まで。高井様も和歌を？そのような暇はないな。戦の時こそ読まなくては。一首読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。さようです。ちょうど良い場所が火事場近くの崖の上にあります。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも対馬の美しさを歌になさってください。戦火を免れたかようなところが他にもあるだろうか。鳥を探すのです。導いてくれるでしょう。一度とせん夜にお祈りたるぞ、かいがいしけれ。沖縄の申した通り、心が静まり強くなったようだ。また読んでみよう。
開けてくれ。酒井仁と申す。クロー殿、毒を持っただけでは足りないというの？毒など持っておらぬ。あなたの所業は聞いてるんだよ。毒で城の奴らを殺したんだろ。相手は猛虎だ。思い違えるな。何言ってるのさ、死神のくせに。家には決して入れないよ。飯や薬がなければ死ぬぞ。待っておれ。確か山の上に野営があったはずだ。これで毒が癒えるはず。飯を食えば力がつく。小屋に届けてやろう。手を貸そう。どの道も助からないさ。悪かったね。他の家族は？みんな死んだよ。もう子供のせいで。生きてることが知られて家に火をつけられたんだ。あの時あなたを入れてれば。戻ったんだね。仇は取るぞ。今こそ信じ合わねばならぬのに。
のムクロ。襲う相手を誤ったようだな。動くでないぞ、とどめを刺してやる。いや違う、こいつらは俺が殺したんだ。他の連中も殺してやらなきゃ気が済まない。仲間ではないのか。手を組むよう脅されたんだ。そうすりゃ家族の借金を返すと。何年も仕えてきたの。家に帰ったら家族はみんな殺されていて、家財も盗まれてた。奴らを一人残らず殺すまで、まだ死ぬわけにはいかん。お主の意中は分かったが、一人では無謀だ。手を貸してくれないか。俺の名は五名だ。酒井仁だ。住処に案内しろ。早く殺しとけよかった。まだ遅くはない。行くぞ。知っておることは全て教えろ。八重のことならば喜んで。海辺に蔵があるな。あそこに盗品を置いてるんだ。あそこは？あれは連中の寝床だ。中には誰が？野党の頭の五郎八だ。あいつだけは許せない。野営の外に人がおる。物見だ。真っ先に始末しなきゃな。随分と大きな野営だ。この地の民も脅かされておるはず。行こう。残念だったな。また。